映画「TED」に声優として出演している有吉弘之今回はそんな有吉にまつわるいい話について見ていきたいと思います有吉弘之と同じ太田プロに所属する芸人アルコピースの平子は1歳になった息子を初めてのディズニーランドに連れて行く予定だったところ直前で楽屋泥棒に遭ってしまい財布を盗まれてしまったそうです 財布の中にはディズニーランド代の4万円が入っていたのですが、ラジオで有吉にこの話をしたところ、ゲラゲラと大笑いされ、その放送中に、俺が注射場代として貯めた小銭全部やるわ、とテーブルに小銭をぶちまけてきたという。放送終了後、平子がその小銭を返そうと、有吉のところに行ったところ、いいよ、もう。 やらせになっちゃうからあげるよ。と、約7000円ほどの小銭をそのままもらったそうです。その後、仕事でまた一緒になったとき、有吉が商品券を差し出してきて、これやるから、さあ、子供連れてってやれよ。換金したら、多少お金になるだろう。と言ってくれたので、平子は、その商品券をもらい、換金したお金で、 家族分のチケットを購入無事にディズニーランドに行くことができ息子さんを悲しませずに済んだそうですちなみに有吉は商品券を差し出した際平子が気兼ねなく受け取れるようにこの貧乏芸人がと優しさの毒も一緒に添えて渡してくれたという。